岩本初恵の半年後最高の自分になる。皆さん、経営学の始まりです。今日はですね、父がいつも言っていた、人は死ぬまで勉強というのを一番言ってたんですね。この勉強の中でも、こう帳面って、昔はノートのことを帳面って言ってたんですけど、あの帳面と鉛筆といつも持った人間になりなさいって父が言ってたんですけど、この話はですね、ものすごくこう私にとっては今でもこう癖づいているぐらい、基本的に経営者っていうのはもう学ぶことが大事っていうのを多分言いたかったんだと思うんですよね。で、学ぶ人とその書くことによって、その右脳が働くことによって、いろんなアイデアだったり、こう自分の中で今必要なものが降りてくるっていう、これはやってみたら分かりますけど、ほとんどの経営者、どんな人に会ってもですね、やっぱりあのメモマが多いんですね。そして常に書く癖がある人が多くって、でやっぱ本を読んでる人が多くって、でいくつになっても80、90になっても、あの学びをこうやめないじゃないけど、学べば学ぶほど頭がしっかりしてある人がやっぱ経営者に多かったんです。やっぱもうまさしくこの死ぬまで勉強と言ってたその父の言葉通り、経営者に多いのは学び屋が多いということを一番感じてます。で、私がこう学んだ中で、経営者の人たちに何を一番こう感じて、自分自身もこの経営者で学んで、こうノートと鉛筆をこう持ち歩いて常にこう書いていって、今までの20何年を振り返ってみても、書いていることってやっぱりこう売上の上げ方とか、こう利益の出し方とか、でいろんなその商品の作り方とか、その業績に結びつくような学びよりも、やっぱ心のこう学びの方が多かったような気がします。で、どの経営者、まあ、稲森さんだったり松下幸之助さんだったり、まあ、稲森さんは今でも言われてますけど、あのもう何兆円って稼ぐ人とか、もうその桁の知れない稼ぎをする人に特徴があるのは、あの心の強さ、精神力、その思いが一番あるって言われてたんですね。私もまさしく父からそればっかりを聞いてたんです。人となりだったり、その思いだったり、熱きものがないと、その熱さが売上向上につながるけども、人に対してのそのもう難しい言葉で言えば、利他の心がない人に会社は大きくはできないって言ってたんですね。あの利的って言って自分のことばっかり考える経営者よりも、利他って言って人のことを考えれる、その経営者、心がある人にやっぱ天は応援しますなって言って、中森さん、あの稲森さんも、その松下幸之助さんも同じような言葉を言われてましたね。だから私もその常々その中村天風先生から学んで、あの同じような学びをしているかもしれないんで、多分似てると思いますけど、その前に私は父から学んでたんで、それがやっぱ太かったかなと思います。父から学んで聞いてなかったら、多分天風先生の言葉も、その松下幸之助さんの言葉も、稲森さんの言葉も、多分あ綺麗事で取っていたと思うし、あのよくこう立派なこと言われるけど現実は違うなとか思ってみたり、やっぱ非難から入ってたと思うんですよね。それで会社が大きくなるんだったらっていう、そのあなただからできる、あなたたちだからそれが可能になったって、取りやすいと私は思ってたんですけど、多分父の言葉を聞いてたから素直に多分入れたんだろうなと思います。じゃあどんな言葉を父から学んだかというと、経営者とはっていうのがね、自分で火をつけられる人になることがとても大事って言ってたんですね。あのこれですね、あの、まあ、父の言葉を借りるなら、ヤクザを見てもわかるって、そのもう戦いが強くって、体が太くって、喧嘩早くって、こうもう本当に強いっていう、その戦いが強いっていう人がトップには立ってないって。ヤクザの人を見ても小柄で、その熱き思いだったり、その情の深さがある人がやっぱヤクザの世界でもトップに立っていってる。これ何が物語るかって言ったら、勇気って言ってたんですね。勇気こそがこの経営者には一番必要って。
その勇気は自分で自分に火をつけれるっていうのが一番の勇気につながると言ってたんです。だから勇気を持たない人はただの凡人で何をやっても成し得ない。だからその負けん気だったりその勇気だったりを持っとかないと何をやっても成し得ない。だから一番必要なのは勇気なんです。その勇気は負けん気でその負け惜しみとかその人に対してのその嫌がらせとか妬みとかそういう負けん気じゃなくって勇気のある人のためになる勇気、自分に火を起こせるということが一番経営者には必要って言ってました。でこれが熱き者がないと人は寄ってこないっていう、その勇気の熱さによって人が寄ってくる。誰かいないかなとか人をこう探して歩かなくっても何かを成し得たい時にはそこに必要な人が不思議と寄ってくるって常々言ってたんで、これはですねいろんな人の経営者のそのセミナーとか本とかいろいろ読んでも同じこと言われますね。その時々の必要な人材に恵まれるからこれはもう天の恵みとしか考えられない。これはもう私もつくづく感じます。そしてこれが安心感のあるこう経営者になるためにこの安心感っていうのが自分が安心を得るんじゃなくって自分は常に戦いなんですよ。自信も持たないといけないし勇気も持たないといけないし常に舵を取らないといけないし常に方向転換もしないといけないしこれからどうやっていくかも考えていかないといけない。でも自分についてきてくれる社員だったりその従業員さんだったり業者様だったりにどれだけ安心を与えれるかがこの経営者に一番必要って言ってました。だから私はいろんな経営者のその人を見てて周りにこう笑顔でこう安心感を与えれる人っていうのはあこの人のその持ったものって大きいなって常々感じて、あ人を見るときって周りにどんなものを与えてあるかを常々考えて見るようにしてます。だから業者様が愛しとうとにこう来られた時にこの業者様が愛しとうとをどう感じてくれるかによって愛しとうとがこれからどう大きくなるかというのがもう経営者の器だなというのを常々感じて、業者様が来られたら喜んでいただく、安心していただく、そしてああこんな企業はないよねと思ってこう自信持って言ってもらえるようなその空気作りというのに今まで気をつけてきたかなと思います。だから強いては父から習った中で経営者に一番必要とするものは私はこの3つが最低ラインですよ。経営者に必要なものいっぱいあるんですよ。必要なものはいっぱいあれど最低ライン、ここから出発しないと何も成し得ないと思います。だからその利益の出る方法の計算を覚えたりとか株の勉強をしたりとか、その野心家のある人ってここから学ぶんですね。やっぱりどうやって会社を作ろうとか手続き関係とかその労務さんと仲良くなったりとか、それかそのもう株をこう勉強したりとかどういう利点でその値段決めをするとかその弁護士さんからいろいろ学ぶとか、もうそんな実務的なものよりも大事なのは自分自身をどこまで作れるかが一番大事です。これがここにかかってます。だから本当の経営者になって人がついてきてくれるような人になろうと思ったらまず皆さん勇気を持ってみてください。で勇気を持ったところに熱き心が生まれますので、熱き心のある人に人は集まっていきます。よく前何回か話したと思いますけど、赤道、宇宙の真ん中の赤道みたいに熱い人に人は集まってきますよ。だからハワイは熱いから人が集まるんですよ。何の営業もしなくっても。あれはテレビで言わなくっても、テレビで放送しなくっても、熱いところに人が集まるんで、だから夏って言ったら海に集まるでしょ。熱いところっていうのに一番集まるんです。だから企業でもそうですけど、熱き語る経営者だったり熱き人だったり熱き思いのある人に人はついていきたいと思いますので、この勇気を持ったら熱き人って見られますので、熱きところに人は集まります。その薄っぺらい人じゃなくって熱き心を感じた人は薄っぺらくなりようがないんです。でこれが安心感のあるその経営者っていうのは自分が安心をした経営をするんじゃなくって周りの人に安心を与えれる。これが私は父から学んでたので、いろんな人の本とかいろんな経営者、松下幸之助さんとかその稲盛さんとかいろんな
いっぱい学んだけど、ほとんどやっぱこれを聞いてたおかげで学べたかなと思います。ぜひちょっと皆さんも参考にされてみてくださいね。ちょっとした経営の学びじゃなくって、経営の始まりに一番必要なものだと思ってます。またねー。